ホテルの空気とかも部屋の環境と違ったりするとやっぱりなんか敏感になりますね。昨日スキンケアブランドのイベントが行われ、岸井さん、小関裕太さん、ジャングルポケットの太田博久さんが登場しました。19歳で芸能界に飛び込んだ岸井さん、露出が増え始めた20代半ばで肌荒れに悩んだ過去があったといいます。ホルモンバランスなのか、こめかみにいっぱいのつぶつぶブツブツができたりとかして、なんかうまくこう目も合わせられないっていうか、なんかめっちゃブツブツできてるじゃんって思われてるかなとか思ったりして。 4K とか 8K とかもありますしね。どんどんねやっぱハイビジョンになってってるわけですから、そことの戦いもありますよね。